変わって初夏の味覚です。西条市周蔵地区で毎年行列必至、人気フルーツの収穫がピークを迎えています。朝7時過ぎに椅子に座って待つ30人近い客。場所は西条市丹原町の JA 直売所周ちゃん広場。何の行列なんですかこれ？これはね、初夏の風物詩。2つとも食べちゃいます。訪れた客のターゲットは初夏の風味満点のアムスメロン。まとめ買いしている男性は20。この男性は喫茶店でアムスメロンを使ったかき氷を提供するため松山から。車の荷台にはメロンの箱がぎっしり。しゅうちゃん広場では今日1000個がわずか15分で完売しました。西条市周蔵地区は愛媛産のアムスメロンのおよそ7割を出荷する最大の産地。収穫が先月下旬から始まり、現在ピークを迎えています。曽我松子さんの農業用ハウスでも爽やかに香る実が丁寧に摘み取られています。しばらくお天気が続いたおかげで糖度もぐんと上がったように思います。また周ちゃん広場の隣にあるカフェでは来週土曜から大きなアムスメロンを豪快に使った夏の人気スイーツメガマウンテンも登場します。